よく言うじゃないですか双子ってシンクロニシティがあるって例えば別々に買い物に行ったのに全く同じもの買ってきちゃうとか同じ男子好きになっちゃうとかあ,あとよくあるのが質問されて答えがハモっちゃうってやつねあ,あれねまあでもこの際だから言わせてもらいますけど みみんながみんななながそうってわけじゃないですからね双子とはいえ全然違う人間ですし、うん、好みとかも全然違うもんね、うん、まあもちろんそういう双子もいるとは思いますよ、うん、でも私たちに関してはそれないよね <laughs> 一回もないねシンクロ一回もない <laughs> <laughs> てかどうやんの逆にやりたい <laughs> 特に質問に対してハモるやつあれ 正直結構練習してますから超やったね <laughs> でもしょうがないんですよ求められるから特に同じ学校に双子がもう一組いた場合ねああそうそう,そう,そう相手の双子がそのハモリゲーやってきたらえー、なっちゃんとあきちゃんはできないんだ的な空気に絶対なるでしょそうなったら正直こっちも負けてらんないし超練習するわけですよえ今ですかまあできなくはないですけど勝手に双子24年やってませんからねえじゃあなんか質問してください、うん あ、色ですかわかりましたせーのピンクピンクえ今、緑って言わなかった言ってないよ言ったよていうか、ピンクって決めたじゃんなんで普通に自分の好きな色言うのしょうがないじゃん久しぶりだったんだからちょっともう一回いいですかはい、お願いしますあ、動物わかりました大丈夫これ覚えてる覚えてるとか言わないでごめんごめんじゃあいくよせーの猫イエーイ あ、ま、本当は犬ですけどね私もじゃあ今日からこれ犬でよくないそうだねじゃあ今日から犬で、えー、でもなんかベタすぎない犬って猫だってベタでしょ、うん、じゃあカバーとかにするその方が売れるかもね